老人ホーム知らんけど極端脱いでてよかったやろ。極端で踏むよ。はい、ついに始まりました。てか、まだないけどな。まだ始まってないけど、やばいやろこれ。大丈夫って感じだけどな。このルート変えてくれてなかったな。これ飲んだん勝手におっちゃんって思ってるけどな。すごいな、これは。やっとここまで来たな。あ、車もあるな。駐車場か。めっちゃ綺麗やな、でもなんかすべりそう超怖い、ここあかん。ということでしょう。ラララン、ラララン。うわ、すごい。ここが私のアナザースカイ。えい、チリナシーケ。結構細い道にやってまいりました。やっと見上げてきました。自由すぎてわからんけど。向こうが多分ね、もう一個別のルート行くんやけど、だいぶ生い茂ってるな。そうだよ。こっから傾斜があんまないって書いてたわ。やっとだい。ついにやってきました。磁石いいわ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。これはそんじょそこらの岩じゃねえよ、お客さん。これは和歌山県での名物、磁気を帯びた岩。コンパスをかざしてみなさい。お、これが噂のキーシモツケ。キーシモツケ、叩いてよ。はい、来ました。休憩場とかそういうのないな。やっぱりパラグライダーのとこやな。かすかみコースからのパラグライダーやな。オッケー。やばいな。向こう行ったら中央コースやな。オッケー。うわ、生い茂る。茂りすぎ。うわ、絶景じゃん、絶対。パラパラグライダーやるわ。あ、これ絶景やな。で、向こうがコースの続きやな。車でも通れんのか。おお、すごいな。ここはええな、ほんまに。危ねえ、滑るわ。落ちやんようにね。うわ、なんか怖いなこれ。やば。
は。イエーイ。お、すごいでかいわ。でかいでかい、マジで。どこから登ったらいいのね。え？ああ。お、絶景やわ、絶景。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。イエーイ。